サイモントン先生の指示でいつものように治療を受けていたある日のことです。その心理療法士は私の子供時代の家族のことに興味を示しました。中でも私の父に少々変わったところがあるというのです。確かに私の父はちょっと変わった人間でした。いやこれもその心理療法士と話しているうちに気づいたことなのですが。 父は、幼い私に愛しているよと言ってくれたことが一度もありませんでした。かわいいと言って抱いてくれたり、よしよしと背中を優しくたたいてくれたり、それから何でも褒めてくれるということもありませんでした。父は、どういうわけか、そういうことのできない人間だったのです。ですから、私は子供ながらに自分は父に愛されていないんだ。 自分は父に望まれていない子供なのだというふうに感じて育ったんですもちろんそれも心理療法士と話しているうちに徐々に気づいたことなんですそしてそのことも私が白血病になる素地を作っていたらしいというのですそこで心理療法士は家で一人になって空っぽの椅子という療法をやってみるように進めましたまず 二つの椅子を向かい合わせておくんですそして私は5歳の自分になって一方の椅子に座ります。もう一方の椅子は空っぽのままですがそこには父が座っていると想像します。そしてその父に向かって5歳の私が何でもいいから話しかけるのです。言いたくても言えなかったこと聞きたいと思っていながら。 怖くて聞けなかったこと、その他、何でも、5歳の時に戻って訴えかけるのです。どうして愛してくれないのどうして、僕を、こんなに冷たく扱うの僕は、何か悪いことをしたのどうして抱きしめてくれないの僕はいつだって抱きしめてほしいのに。愛してほしいのに。自分でも驚くほど、様々なことを父に訴えました。 次々と、ほとばしるように言葉が出ました。すべて、5歳の時の幼い私が言っているのです。その時にできなかった質問、飲み込んでしまった訴えを全部吐き出しました。空っぽの椅子に向かって、父に向かって、それから次に空っぽの椅子に座り、今度は私がその時の父であると想像しました。 私が父にににななるののです。空っぽになっぽた向かい側の椅子には5歳の私私がいます。私は父になって先ほどまで5歳の私が必死で訴えたさまざまなことに一つ一つ答えてみようとしました想像力を働かせてできるだけ答えてみるつもりでしたところが父の椅子に座った途端本当は 父が私を愛してくれていたことに気づきました。本当に父の椅子に座った瞬間でした。父は本当は私をとても愛してくれていたのです。ただ父はそれを表現する術を知らなかったのです。表現がちょっと普通とは違っていただけだったんです。父は私のために一生懸命働いて温かい。 服や豊かな食事それに立派な住まいを提供してくれましたそのことに一生懸命だったのです一生懸命でそれでただ背中を優しくたたいたり抱きしめたりしなかっただけなんですはっきりとそう気がつきましたそして考えてみると父の父すなわち私の祖父もやはりどう自要な人だったらしいのです 自分ののの息子に優しくすす。るとといいうことのない人だったのです私は父を誤解していました。それからしばらくの間ひどく泣きました。泣いて泣いてこんな風に泣いたことはないという意心にものすごい痛みを感じながら泣き続けました。そして泣きながら考えました。どうして私の人生はこんな風でなければならなかったのだろう。 私は父の愛を誤解したために自分のこれまでの人生を無駄にしてしまったのではないかどうしてなんだどうすればいいんだと3時間くらい泣きに泣きましたそれから突然私の人生をすっかり変えてしまうような経験をしたのです別に何かを見たり聞いたりしたわけではないのですけれども何かとてつもない強い力で私の頭の中 ある啓示のようなものが現れたのです声のような声でないようなもうほとんど声のようなものだったのですがやはり声ではなくてただ頭の中に次のような情報が流れたと言った方がいいでしょうこの世はあなたのこの人生はあなたが自分で選んだ道だだがもちろんこうでなくてもよかったあなたが今流している涙は あなたが間違った道を歩んでいる間に私があなたのために流した涙だ。あなたの健康のための祈りはたった今聞き届けられた。あなたの祈りは叶えられるであろう。最初私はこんなことは夢か何かの気の迷いだと考えました。しかし一方ではこれが全ての真実だということも知っていました。 何か強烈にそう感じさせる力があってそれまでのさまざまな疑問も評解しました全てを受け入れることができたのですそしてこれはとても説明しにくいことなんですが私の白血病はよくなる私は癒されるんだということを知ったのです全くわからないなぜだかは全くわからないのですが説明はできないのですが 私は治るそう確信したのでする。そして、1982年1月9日、病院での検査の結果、何の異常もなくなっていることが証明されました。私は白血病から生還したのです。ガンは愛の死者とは、サイモントンが患者たちに対して繰り返し送る言葉です。現に今 がんの痛みやもろもろの苦しみに苛まれている患者たちには、すんなりとは受け入れにくい言葉のように思われます。まして、や、癌のために食を失った人もいるでしょうし、家族崩壊の危機を招いてしまった人もいるでしょう。人生最悪の出来事かもしれないのです。それを、愛の使者とはとんでもない、そう感じる人がいても無理もないことです。 自分が犯した何かの罪のせいだと考える人、発病当時の変ン,ンが、まそ、二そであった、先祖の悪因念のせいだと思い込む人、様々です。たか、そうした一切を十分に知りつつ、確信を持って、サイモントンは、その言葉を繰り返すのです。なぜか、サイモントンの考えに従えば、次のようになります。例えば、 あなたがひどい風邪をひいてしまったとします。別にインフルエンザが流行しているわけでもないのに。しかし、よく考えてみると、このところあまりにも忙しすぎた。ゆっくり食事をするどころか、トイレに行く暇さえなかった。その上、非生活のトラブルも重なった。本当になんとかしてほしい。逃げ出せるのなら、すべてを投げ出して逃げ出したい。 しかも、明日は、最も気がかりな会議での報告が待っている。そんな矢先の発熱と激しい頭痛であったのです。そこで、賢明なあなたは考え始めます。私は、何もかも、自分一人に背負い込みすぎたのかもしれない。あの仕事は、私には、いささかにが重すぎていた気合いもある。それに、人に弱みを見せまいと、 誰かに相談を持ちかけることもしなかったそうしたストレスが身体の抵抗力を落としていたのかもしれないそして事態を改善するため次のような方策を講じ始めます事情を説明して誰かの応援を頼もうたまには息抜きをしてもバチは当たるまい少しは遊びも取り入れよう家庭のことは妻と もうう。度よよく話し合ってみようこうしてあなたは再び健康な生活に戻るのです。しかもそれは以前と全く同じ生活に舞い戻るということではありません。風からさまざまな教訓を学んだあなたの生活は体力的にも精神的にも以前と比べてはるかにゆとりがあるはずです。 さまざまなストレスに対処する方法も身につけているとすればあの風はあなたにとってこの上ない贈り物であった風はあなたにこれまでの生活を改めなさいという愛のメッセージを伝えてくれたそう考えることができるはずです癌を治すということは自分の内面を自分の精神の世界を癒すということだったのです 胸に手を押し当てながらヘンソンが自ら確かめるように語ります。がんはもちろん身体の病気ですが自分の内面を癒すことによってその結果として身体の健康が取り戻せるのだと思います。がんのおかげで私は自分の内面を見つめることを知りました。がんのおかげで親が私に注いでくれた愛情に気づき 自分が生きている価値のある人間だという平和な思いに満たされました。以前、サイモントン先生から、あなたは心の底では死にたいと望んでいるのではないか、言われて驚いたことがあります。何とかして助かりたい必死の思いでいたときでしたから、死にたいだなんて、そんなバカな、という思いでした。ところが、その後、自分の内面と向き合ううちに、 本当は自分を大切に思っていないということに気づいたのです。父親に愛されなかったというとんでもない誤解が、と、個化で、自分を価値のない人間だ、生きるに値しない人間だと思い込ませていたのかもしれません。だから、息子の問題などにつまずいたとき、自分派は罰せられて当然だ、白血病になりたい、つまりは死んでしまいたいなどという。 絶望的な反応をしたのだと今になってようやくそう思うのですでも今は違います間違いに気づき自分の価値と人生を再評価することができたからですおかげで今は以前のように投げやりになったりさまざまな困難に対しも絶望的な反応をしなくなりました今ではそんなことではなく自分の人生には 大きな意味があると思っています例えば絶望的な白血病から生還したという事実それだけでも私が生きている意味があると思うのですそのことが他のがん患者たちの希望となるからです私がどのように白血病から生還したかそのことを皆さんにお伝えして一人でも多くの人たちを助けたいと 全力を尽くして助けたいと思っているのです。それが私の人生の意味だと信じています。それもこれもみんながんが私に教えてくれたことです。がんは間違いなく愛のメッセンジャーだと私も繰り返し言いたいと思います。ここに出てくる空っぽの椅子の心理療法は後に出てくる内観療法と全く同じです。